いろいろ説教とかあったんですか？同じですよ、それ。川上哲治っていうね、もう神様ですよ、本当に。さあ、始まりました K ダッシュセカンドプレゼンツベースボールペディア。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、 OB クラブ常務理事の石毛博道さんにもお越しいただいています。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。常務理事です。ちょっと偉いんです。はい、今日は先輩を目の前に緊張しております。はい、ちょっと偉い方に一緒に進めていただくということで、よろしくお願いいたします。はいはい、ということで、早速その石毛さんも緊張しているゲストの方をご紹介したいと思います。はい、巨人 V9 時代のレジェンドです。末次利光さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。俺は面と向かって口聞けないからね。ほとんど黙っとくよ、今日。目を合わせていただいて、ぜひ。よく言いますよ。いろいろね、当時のことを聞きたい方もたくさんいらっしゃると思いますので、お話を聞かせていただければと思いますが、お二人のご関係としては、どちらかというとユニフォームを脱がれてからの方が交流がありますか？そうですね、僕は55年からデビューなんですけど、はい、先輩は51年、2年で、51年で終わりってますよね。だから実際現場でお会いしたことはないんです。はい、うん、でもね、昔の野球界ってこうだったんだよみたいな、はい、ちょっと高校時代からさ、で先輩はね、中央大学なんですよ。はいはい、で高校は熊本の鎮西なんですよ。鎮西からなぜ中央大学に行ったのか、同じ東都として、はい、うん、なんで東都の先輩として、その辺ちょっといきさつをちょっと聞きたいんですけどね。はい、末次さん、いかがですか？はい、自分ではあまりわからないです。先輩はボケてはいないですよね。いや、もうそろそろね。いや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 。まあ、いわゆる高校の時に、はい、太陽ホエールズ。太陽ホエールズ。太陽ホエールズ の九州に太陽水産。はいはい。あれのね、ノンプロがあったんですよね。社会人野球。はいはいはい。そこへ先輩が、ね、練習行ってみろ言われて、はい、そこへ行ったら、はい、今度はそこから太陽ホエールズのね、プロの方へ練習行ってみないかと言われて。なんか大体その辺からですね、いろんなこう、私の歴史がこう変わり始めた。ちょっと待ってください。高校生ですよね。うん、高校生がいきなりプロの太陽ホエールズの練習に参加するんですか？そうそうそう。そういう時代 OK だったの？ OKOK ですね。へえ。まだまだそういうとこはいろんな事件やってませんから、ね。はい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 、はい、プロとアマチュアのあれも。昔はこう仲良かったんですね。そう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 。で太陽ホエールズのキャンプ練習行かれて。10日間ぐらいいたんですけどね、はいはい、まあ、やっぱり縁がなかったっていうかね、10日目にお腹痛くなって、はい、盲腸になりましてね、はい、もうだからもうこれ以上ご迷惑かけたらいけないかってんで、本当にありがとうございましたということで、はい、だからこの辺からね、私の野球に対する方向性がね、いろいろこう変わってきたんですね。お、まずじゃあ先輩、鎮西高校の時はポジションはどこで何番打たれてたんですか？一応ね、これでもね、ピッチャーやってたんですよ。ピッチャー、ピッチャーやってたんですよ。で、大丈夫、予選の時に、はい、予選の前にちょっと課題痛かったんで、はい、鉄道病院っていうとこ行って、はいはい、注射やったんですよ。はい、で次の日肩上がらなくなっちゃった。あれあれ。それでもピッチャー断念して、はい、それが外野行ったんですよ。はい、だからもう大学行った時はもう最初から外野。おー、はい、やっぱりさ、昔の人ってみんなエースで4番だったんだよ。そうですね。だそういう逸材の人がみんなプロ野球に来られたんで、まあ、みんなポテンシャル高い人が多かったんだよ。はあ、でね、先輩ちょっと立っていただいていいですかね。はいはいはい、今立ちますよ。はい、見てください。ちょっと今多少ね、横に太くなってますけど、タッパもね、もう81歳ですよ。はい、こういう体型でかいから、はい、やっぱりプロに行く逸材ではあるんですね。すみません、ご無礼しました。はいはい、でそれで、まあ、鎮西から太陽フェルズの練習行って、ご縁あって中央大学行かれた。で中央大学は当然もう1年からレギュラーでしょ。いやそう思うでしょ。はい、とんでもないですよ。え、1年はもう全く練習させてもらえなかったです。あら、ということは本合宿に入れなかったんですよ。はい、当時に文合宿ってなったんですよ。はい、ほんで別にほら引っ張られていってるわけじゃないもんだから、うん、ほんで文合宿っていうとこ入って、そこで6畳の部屋に4人で12人の食事を賄うんですよ。はい、6畳に4人ですよ。もう一人どこ寝ると思います？本当ですよね。あれでお尻寝てましたから。いや、奥格好して
4人目惜しいですよでそういう生活をで5日に1回数字当番で食事作って、野球をね全くやらせてもらえなかった。へえ。まあ球拾いとかね、それはできたんだけど、それでオフに静岡に遠征行ったんですよ、はい、その時連れて行ってもらって、はい、代打出してもらっていきなりバーンとホームランって言って、そこから2年ですぐ本合宿に入れたんですよ。だってですよ高校時代で太陽フェレーズの練習行った方がですよ、何者のれで中央大学に入ったと思うじゃないですか、うん、でもその時の中央大学ってやっぱりレベル高かったんですか。高いですよ。高い。ああ、いや思うんだよ、昔はね大学のレベル高かった、社会人野球のレベルも高かった、うん、まあ当然プロも高かったと思うんだけど、そういう一材が1年目ゲーム出れずに、でもいきなり使ってホームランだからね、だからね、トートの75周年しかなんか見ると分かるんですよ、はい、コラムに僕書いてるんですよ、はい、それをね、はい、したらみんなね、後輩たちがね、そうなんだっすかってみんなびっくりして1年目からほらもう順風満帆でやってると思ってたけど、そうじゃなかったんですよ。まあ、そうだからそういうの読んだ後輩もね、少しは励みになったんじゃないかなとね、そう思ってますけどね、はいはい、やっぱりちなみに中央大学はいろいろこういろいろ説教とかあったんですか同じですよそれ、小松さんと一緒ですよ僕の入った時の1年生の先あ4年生の部屋長中畑清先輩でございます、はいはい、彼はプロ入った時の一時期部屋子でしたからね。そうですかでもすごいでしょ、6畳に4人ですよ、はい、だからね、大学のね、寮生活って野球部って結構ね、それこそ密なんですよ。そうですね。だからその縦社会もあるんでしょうけど、卒業すると案外結構ね、仲がいいんです。はい、はい。で、中央大学ってね、ユニフォームがかっこいいんだ。ちょっとね、僕なんか入った時の中央大学と駒沢のユニフォームを見ると、なんか中央大学のハイカラでね、スマートな感じするんですよ。とても宮井監督の選手じゃないと思ったんですけど、あれはもうずっとあのユニフォーム、ね、ニットにしたのは宮井監督ですからね、はい、ほらニットなの、ニットのってなかったんだから、あの時なかったです、うん、それをね、大学はダメだって言われたのをやったのが宮井監督なんですよ。大丈夫でやれって作ってやったら、それからもう変わってきたんですよね、うん、で、まあずっとそれからずっとレギュラー張ってきたんですよね。これでなんで巨人軍行ったんですか、行ったんですかじゃないですけどそれはもう私の中には川上さんしかなかったんですから、ね、はい、同郷でいらっしゃいますよね。そうそうそう、そうだ、うん、熊高等鎮西だ、うん、それで人吉ですよ、熊本の人吉というところ、うん、だからもう物心ついた時から川上哲治っていうね、もう神様ですよ本当に。ですから、まあ、まさかね、川上さんの元で野球できるとはね、思ってませんでしたけどね、うん、ですから入った時はね、2年間口聞けなかったですよ。おはようございます失礼しますこんなもんですよ。その時に次に堀内入ってきたじゃないですか、はい、平気で川上さんと話してんだよ、ね、それ見ててあんなこっちがね、2年間も話できないのに、なんあいつ平気で、そのぐらいだったですよ。羨ましかったですよ。まず中央大学から読売巨人に入った、うん、それは川上さんとただご縁で、川上さんが「おっ、じゃあうちに来いよ」で終わったんですか。いや、ご縁じゃないですよ。一応ほら、とうとうで僕も中央で少し良かったんで、はい、やっぱり一回見てみようということで、中央の合宿に、ね、グランドにね、はい、川上さん、藤田さんとか牧野さん、竹宮さんとか、はいはい、グランドにね、はい、もう歴々が見に来られて、はい、それで、まあ、そこである程度の答え出てたと思うんですけどね、その夜に食事したところで、はい、今考えられないがそこで契約です、サインしていきなりだってほら、入る前太陽フェレーズの練習行ってるわけだから、そうですよね。で、ああ使えるじゃん、はい、先生がどこ行ったんだ、ああ中央行ったのか、じゃあ卒業するときはじゃあ太陽でも来いよとか、そういう太陽から話はなかったんですか。ないです。ない。ああ、で川上さんのご縁でサインすぐサイン澤田さんっていうね、あのスカウトが、はい、澤田先輩、はい、ずっと一緒に来てて、はい、もうちゃんと契約書持ってきて、おで、そこでもバッて探して、今じゃ考えられませんよね。差し支えなかったら、その時の契約金とか、そのぐらいは昔、うんですね、うん、ここだよ、ここだよ、うんですねって、うん、読売巨人軍がどのくらいの札束を用意したかわからないんだけど、いや、そんなことないですよ。だって、うん、あの時のほら、山崎君いたじゃないですか、はい、ロッテ、行ったね、上尾高校から、彼に5000万のお値がついたんですよ、5000万、はいはい、僕ら金額言えませんよ、あれ聞いたら、
山崎さんが堀内さんとドラフト指名ですかね。そうそうです、はい、それは巨人軍だから相当なものは出てるよ、うん、いやいや全く硬いです巨人軍硬いんですよでそのサイムはあれですか、言われるままですか、言われるままに。もうそうです。そこにお父さんとかお母さんとかいなかった。いるわけない。いるわけない。あるかと。すごいですよね。九州の果てにいるんですから。まあ、だからもう自分はね、中学までしかほら いなかったじゃないですか、はいはいはい、でも高校も熊本出て下宿生活して、はい、で大学もだからずっとそれから一人でこう来てるんで、はい、もう全部自分で決めてやってきましたからね。まだドラフトが、ね、導入される前の入団でいらっしゃって、そうそうそう、はい、あまりそのドラフト前のことがどういった経緯で皆さん入団されるのかっていうのがあまり、うん、わからないんですけど。そこら辺聞きたいよね、はい、さっき言ったほらプラマーもあまりなかったわけだから、はい、そのいやだから、ね、接触できるんです、選手と。今はできないけど昔はもう平気で接触できて、うん、食事も一緒にしたりとか、うん、そういうのが自由だったんで、うん、だからもう会話も弾むしね、はい、だからはっきり言えんですよ行けませんとか行きますっていうね、そういう会話できるんですよ。我々僕もほらスカウトやったとことありましたけど、その頃は接触できなかったじゃないですか。ものすごく苦しいんですよ、やっぱり。本当に選手に聞きたい、ね、いろんな本音聞きたいんだけど聞けない。で親とはどうにかできるんだけど選手できないから、その辺のね格闘はものすごかったですよ、それ、はい、しかし親に相談せず自分の人生をさ自分でまあここに座ってサイン鍵屋ではい分かりましたって帰っちゃって、そんなんでよかったんだろうかね。どう伝えられたんですか、ご家族には。で電話で巨人に入りますと。いやいや、もちろんそうよ。親よ、それだけでも親喜んでるんだけど、巨人やっただけで。お金がどの子の問題じゃないからね。だから今のね、育成の選手も、意外と、はい、うちの今コーチやってる山口ってピッチャー、新コーチいるじゃないですか。彼育成の時僕は取ったんですけど、うん、彼なんかそうですよ。横浜のそう、うどん屋かなんかで、ね。そこから本人に、ちょっとお父さん電話しろって言ってね。はい、これであの契約するけどって言ったら、お父さんよろしくお願いしますって言うから、そこの運動屋で採用した。育成はそうだった当時はね。まさか自分の過去をそのままそんなんじゃないんだけど、まあ慣れてたからそういう感じですよ、まあ、先輩一緒ですか。何人兄弟なんですか。僕は4人です。4人の、真ん中っていうのは兄がいて、はいはい、次男坊です、はいはい、で下に妹がいる。やっぱりね、長男坊長女以外は結構ほらそれで高校が出されてるじゃないですか、うちを。そういう面ではみんな自立が早かったんだよね。それでもどんな契約だよね今考えるね。考えられないですよ今。ちゃんとホテル用意してね、はい、でいらっしゃいでやるじゃないですか、はいはい、みんなの絵のカッパですよでプロに入って緊張はありましたか。いやもうそれありましたよ。ああいう時にね、僕は土井って言いたじゃないですか、はいはい、もう亡くなったんですけどね。土井正蔵さん、あれは俺長嶋さんの後輩じゃないですか、はい、ああいう先輩がいるとね、やっぱ違うんですよ。あ、いろんなこと言ってくれるし、もうそういう僕の先輩とか川上さん、郷土の先輩川上さんで耐えるわけいかないじゃないですか、そんなもんね。だからもう本当一人なんでね、それはやっぱり緊張しましたよ。そこに川上さんがいるから余計緊張しますよ、ね、本当に。そんな監督、京都の先輩、川上哲治さんは、うん、おう、せいつぐって何かアドバイスあったんですか。いやいや、もうそんなアドバイスされても聞こえてない緊張しちゃってそりゃそうだよね、うんうん、一つね、覚えてるっていうか、40年に入団した時の最初のミーティングで川上さんが言ったのは、まあ、今よく感謝感謝って使われますけど、あの時に保温感謝っていうね、うん、この言葉を、ね、川上さんが言われた話は聞いてますね、うん、それ。その時にね、あ、感謝っていうのはもうその頃から使われてっていうのをね、自分の中で、うん、まあ、今でもだからやめてもね、敷地には感謝っていうのを書きますけどね、これは、うんうん、あの僕西武ライオンズに入団して森監督の時に川上さんをキャンプで呼んでいただいたんですよ。ほんで1時間くらい講演させていただいたんですよ、うん。で僕、川上さんの言葉で一番印象に残ってるのは、うん、キャンプはもう一人の自分と向き合える、そういう時間だから、うん、そういうふうに頑張れって言われた、うん、もう一人の自分って何だと思いましたけど